この記事はご本炉の炉の顧問になります。これからこの横の炉目を通して塗ってみます。主に袖下、打ち上げの縫い目等でこの炉目をできるだけ通すようにして縫うようにします。そのことによってかすりで言うならこの炉目は縞になりますので、通っていた方が特に薄物で反対側が透けて見えますので、出来上がりがきれいに見えます。また本来折り目、着物というものは折り目に逆らわずに縫った方が出来上がりがきれいなので、こういう炉目もしくは縞がはっきりしていないものでも本来ならば通っているんですけれども、このようにはっきり分かるものはより、神経を使って炉目が曲がって見えないように縫い合わせるようにします。このように透かしながら炉目の空いているところを重ね合わせて地の目を通して縫っていきます。運針の基本はまっすぐ縫うことですが、大島や、縦縞などの柄、もしくはこのように炉に代表されるようなものは縞を通す、もしくは炉目を通すということが運針の基本になります。今縫っているものは5本炉になりまして、この場合は上げですとか袖下、もしくは茎で言えば裾茎などは基本的にこのように横の炉目を通しながら縫っていきます。炉には代表的に5本炉、3本炉 などがありますが、現在縫っているのは5本炉になります。そしてこの運針を縫っていく部分はこのスリット、空いている部分ではなく、折り目が詰まっている部分、そこを縫うようにしていきます。このように透かして薄いところ、炉目のスリットのところを重ね合わせ、向こう側が見えるということで炉目が通っていることを確認しながら縫っていきます。縫い終わったらこのように糸こきをします。縫い上がった感じはこのようになります。炉目の密度が濃いところを縫っていきます。この透けて見える
横糸の透けて見える部分は強度が弱いので、その部分は縫わないようにします。ロメが通っていることは、このスリットの部分が重なって向こう側が見えることで確認します。今縫ったものにコテを当てます。五輪の規制をかけて肩返しにします。まず折りごてをして、続いて平ごてを当てます。平ごてを当てます。表に返して出来上がりを確認します。このように出来上がりの折り目の地の目が、このようにロメがきれいに通って折り返ることができましたら、まっすぐ縫えたということになります。これがロメを通すということで、生地の歪みもありますけれども、袖下、上げなど、このようにもし通せるならば、それで出来上がりが歪まないのであれば、このように通った方が出来上がりが綺麗です。